はい、ということで、40ギガネットワークを使った、オープンソースハイパーコンバージドオープンスタックに関する我々の取り組みについてちょっとご発表させていただきたいと思います。で、私はビットアイルの熊谷と申します。で、ご協力いただいたのが、北島さん、アルティマの北島さんになります。では最初に、今回この検証に行うに至ったその背景についてご紹介させていただきますと。で、私、ビットアイルという会社におりますけれども、ビットアイルというのはデータセンターの会社です。で、ビットアイルが主に提供しているサービスというものがあります。ちょっと見にくいかな。で、基本的にはインターネットデータセンターを提供する会社になっておりますと。で、その中で、今、5つのデータセンターを東京の中で運用しているという形になっていますが、その中でネットワークのサービス、ネットワークの接続を行うサービスですね。これはインターネットもプライベートネットワークに関しても構築を行って提供するということをしておりますと。で、またそのデータセンター内で使うレンタルのサーバーですね。レンタルのサーバーについてもサービスを行っていますと。で、サーバーとか、あとネットワークの機器ですね。で、これらについてもレンタルを行っているという感じですね。で、それらの機器のマネージドサービスということも行っています。で、今回の検証に関しては、この部分のデータセンターを行っている事業者として、オープンソースのハイパーコンバージドインフラをどうやって構築していくのかというところにフォーカスした検証を行ったということになっております。で、もちろんデータセンターだけじゃなくて、我々もクラウドサービス、もうすでに別のクラウドサービスなんですけど、やってるんですけども、クラウドサービスの部分については、今回の話とは別の話ということで、基本的にはデータセンター内でオープンスタックのサービスをいかに提供するかということに関しての検証ということになっております。で、さてと、タイトルにあるハイパーコンバージドインフラという話なんですけども、最近だとハイパーコンバージドインフラという話、言葉が結構出回っていますので、皆さんいろんな印象を持たれているかと思いますが、我々が求めるハイパーコンバージドというところについて、ちょっと考えたことを挙げていますが その構成ができるだけシンプルであることということで、その構成に対して、デプロイですね、環境のデプロイが簡単に迅速にできることで、それらの環境を統合して管理できるということで、また、それらの環境は、容易にスケールすることができるというところを持った、そのハイパーコンバージドなインフラというのが、我々としては欲しいと思って、この検証を行っていますと。で、さらに、コンセプトとして、特別な機器を要しないと、普通の一般的な汎用的なサーバーネットワーク機器で、これらを構築して提供できるのかどうかというところですね。ここに向かって検証を行っています。で、もう一つですね、プロダクトのソフトウェアに関しても、特別な、優勝のソフトウェアを使わないみたいなところが目的のもう一つのところに入ってきますと。で、そういった中で、我々ゴール3つ設定しましたと ところで、提供が簡単にできることということで、ちょっと何回か繰り返し話しているような感じになってきますけども、簡単に提供できることということは、リードタイムが短いと、なるべく短いリードタイムで提供できるということです。早く、在庫、我々としても在庫は少なく、でも早くですね。で、コストもできるだけ抑えるということ。あと、さらにそれらをスケールすることが容易であると。で、これらに対して、どういうふうにやっていくのかと。ところで、今回使ったのは 1U のサーバーですね。一番その汎用的であると思われる 1U のサーバーを用いまして、スイッチに関しても2つだけと、2つだけのスイッチで構成するということにしていて、ストレージの部分に関してはセフを使います。オープンスタックでデフォルトと言ってもいいセフを使って、ストレージのクラスターを組むということを行っています。で、そういったことで構築した構成がこちらになります。今回ちょっと冗長性っていう部分は置いているとして、シングル構成でこの構成を組んで検証を行っております。で、ネットワークのデバイスなんですけども、先ほど2つと申しましたけども、基本的には40ギガの、この図でいうと左側の方ですね、左側の方が主にそのサービスを司る40ギガのネットワーク
ということになります。で、もう一つのネットワークは1ギガのネットワークで、これは IPMI をコントロールするための、ネットワークになります。ここは帯域いりませんので、まあ、1ギガで構成するという形にしてあります。はい。で、オープンスタックのコンポーネントを提供するノードに関しては、全部で6台と。で、1台がコントローラーノードとネットワークノード、で、残りの5台は、コンピュートとストレージを提供するためのノードということで、コンピュートとストレージが同居するサーバーという形になっています。で、もう1台ですね、ちょっと、迅速にデプロイするというところで、JUJU とマウスを使ってますので、これを、提供するためのノードというのが1台あるという形の、合計7台の構成で、今回の構成を作りました。で、ゴール2つ目として設定したのがパフォーマンスです。で、ハイパーコンバージドというのは基本的に垂直統合されたなんで、1個にまとまっていればいいかと思うんですけども、昨今のハイパーコンバージドっていう話の流れでは、ハイパフォーマンスであることが必須ということで、我々ももちろんハイパフォーマンスのハイパーコンバージドを目指しているというところになります。で、ここで出てくるのが、40ギガのスイッチの部分になるんですけれども、パフォーマンスはより速くと。で、優秀なアプライアンスもなるべく使わないで、ハイパフォーマンスを実現するためにはどうすればいいかということですね。で、ここに関して、それを実現するためのソリューションなんですけれども、基本的にサーバーは最初のところで汎用的なサーバーというのを選択していますので、基本的な普通なサーバー。ただ、サーバーのスペックっていうのは、その皆さんご存知の通り、年を追うごとにどんどん上がっていきますと。で、今でも仮想化するには十分なリソースが 1U のサーバーでも持っていると思いますので、ここの部分はそのサーバーでいいだろうということにしていますと。で、実際ハイパフォーマンスを実現しようといったときに、普通のサーバーを使って残り足りないピースというのがネットワークとストレージですと。で、ネットワークの部分に関してはタイトルにあるように40ギガのスイッチということ、あとですね、ストレージの部分に関してはディスクを PCIe の SSD を使って行っていますと。で、今回の構成ではストレージは全部 PCIe SSD です。で、セフでいうジャーナルの部分も OSD の部分もどちらも PCIe のストレージを使っているということになっています。すみません。はい。で、図にしたのが簡単な図ですけども、このような形になっていますと。で、40ギガのイーサネットに、この青い薄い青い箱が、物理ノードとところで、その物理ノード内に KVM の VM を上げるということと、あと、ストレージの部分を、PCI の SSD を使ってジャーナルと OSD を構成するというような形で、この一体となったサーバーを横にスケールさせていくことで、コンバージドな環境をスケールさせることができるということをしております。はい。で、実際使ったサーバーなんですけども、これが HP の DL360 の Gen9 という、ちょっとこれはうちのレンタルサービスの中で提供しているメニューの一つでもあるので、うちで使いやすいサーバーですね。あと PCIe の SSD についてもうちで今実績のあるフュージョン IO の IO ドライブというのを使っておりますとです。はい。で、ネットワークの機器なんですけども、ネットワークの機器に関してはここから飛び飛びで説明していくのでちょっと立たせていただくんですけども、アルティマの北島です。今回ハードウェア機器のご提供と、あと評価に際してちょっとお手伝いをさせていただきました。で、今回ハイパーコンバージドインフラストラクチャーということで、非常に高帯域で、なおかつその、ハードウェア的にも性能が求められるプラットフォームということで、メラノックスのニックカード、サーバーサイドはメラノックスのニックカード、そして、スイッチ側に関してもメラノックスの、高帯域な、スイッチを使用しました。で、今回ですね、後半の方で、どうやってハイパーコンバージョンインフラストラクチャーのシステムで高性能なパフォーマンスを求めていくかというところで、3つテクノロジーの要素を組み込んでいるんですけども、今回それらのハードウェアのアクセラレーションの、エンジンを積んでいる、Connect X3 Pro というメラノックスのニックカードを使っています。で、後ほどテクノロジーの紹介は、進めていくんですが、RDMA というストレージのアクセラレーションの、機能のサポート、
それから、まあ、VXLAN のオフロードですね、オーバーレイプロトコルのオフロードをニックサイドで、やるという機能をサポートしているニックを使っています。でハイパーコンバージョンのシステムにおいては、まあ、ネットワークのスイッチの選定も非常に重要になってきます。で今回、まあ、コンピュートとセフのストレージノードが、まあ、ある意味一つのノードに、統合されているというシステムになってきていて、まあ、ストレージではレイテンシーというのが非常に重要になってきます。なので今回使用しているスイッチは、まあ、40ギガ、オールポート40ギガのスイッチで、かつそのポート2ポートのレイテンシー性能というのが、まあ、220ナノセッコーダーと、まあ、いわゆるその一般的なブロードコム製のチップを搭載したスイッチよりも、まあ、はるかにレイテンシーが低いスイッチを使って今回、性能評価を進めております。の構成が以上になります。で、もう一つ3つ目のゴールとして我々が設定したのが、まあ、ナレッジのシェアリングということで、まあ、今回オープンソースを使いますというところの、まあ、理由がこれに当たるんですけども、オープンソースを使うことによって、まあ、カスタマイズが簡単になると、まあ、カスタマイズといっても機器構成のカスタマイズですね。ハイパーコンバージドな環境からさらにもっと違う構成を作りたいだとかいうことができるように、まあ、オープンソースのものを使ってやっていくということが一つになります。でまあ、そのままあの真ん中にシェアリングナレッジって書いてありますけども、まあ、ナレッジを、まあ、我々提供する側としてお客様にあのオープンソースのナレッジを提供していって、お客様が 自分でオープンスタックを理解して使っていただくっていうところが、まあ、最終的に望むところにもなってきますので、まあ、オープンソースのものをベースに構成していくということを考えていますと。でこのために今回我々が使ったのはカノニカルのジュジュとマースですと。でこれを使って、デプロイをしていきますということになっています。はい、でちょっとここで JUJU と MaaS によるデプロイの説明をしております。で、まあ、JUJU と MaaS を使いますと。で基本的には OS のインストールと、ミドルウェアの、まあ、設定等を、まあ、自動化するツールということになりますが、これらを使っているというのがこのリストになります。でまあ、大きく2つ項目を分けているのは、上の部分が OS とあとデバイスのセットアップの部分になってきて、この部分はまあローカルチャームということで自分たちでまああのどのドライバーを入れてっていうのを書いて設定したという形になります。でその下の部分がオープンスタックのレイヤーの部分のデプロイに当たる部分なんですけども、でここのリストの中でその CS コロンから始まるものというのはカノニカルのチャームストアで提供されている標準のチャームということで、それをそのまま持ってくる。でそれを使うことによって、まあ、簡単にオープンスタックの環境を構築することができるということになっています。でその中でもちょっとその手を入れなければいけない部分っていうのがいくつかあるので、まあ、その部分に関しては、その標準のチャームを持ってきた上で、自分たちでカスタマイズを加えて提供す構築するというような形で構成を行っております。はい、で基本的なコンセプトと構成については以上ということで、まあ、これらを使ってオープンスタックの環境を構築しましたと。でその環境の上でパフォーマンステストをした結果というのがこの次からのページになってまいりますと。で基本的なテストの項目に関しては、まあ、単純なあまり難しいことは今回発表の中に入れてないんですけども、2項目です。で1つ目はネットワークのテストということで、VM to VM のネットワークのパフォーマンスを計測しています。でこれに関しては、まあ、フィジカルノード物理サーバーを必ずまたぐような形で VM to VM の計測を行うと。であとはその VM の数を1台から16台まで、あのホストごとの VM の数を1台から16台までスケールさせて、それらをパラレルに計測するというような形で計測すると。で計測に使ったのは iPerf3 というツールになりますと。でこれで TCP と UDP の性能を計測していきます。はい、でまず結果がいきなり出てくるんですけども、はい、これが、40ギガのネットワークを使ってオープンスタックの環境を構築して、そのままの環境で、TCP のネットワーク計測を行った結果です。はい、で、まあ、項目2つありまして、トータルと書いてあるのが、まあ全 VM の結果を、サマリーしたもので、アベレージと書いてあるものは VM ごとの性能ということになっていますと。でこの結果見ると分かる通り、
まあ、トータルの性能は、まあ、その台数増やすごとに上がっていくんですけども、アベレージの結果は、まあ、少しずつ下がっていくという形になってきます。で、まあ、最高の値を見ても分かるんですけど、これ、帯域で 10GBps ぐらいということで、 40GB を使っても 10GB ぐらいの、まあ、性能しか出ないっていうんですかね、まあ、そういう形になっていると。はい。で、まあ、ベーシックな結果をもう一つ挙げていって、これは UDP の結果と。で、 UDP も同じような形になっていて基本的にはスケールさせた分だけ増えるという形です。はい。で、まあ、この辺も、UDP で測った場合のレイテンシーなんかを見ています。で、レイテンシーに関しては、ちょっとグラフ上飛び抜けたところが出てる感じですけども、これ上の値が少ないので基本的には誤差の範囲内かな。ちょっとそのままデータ持ってきちゃったのであれですけども、はい、でここに関しては非常にレイテンシー低いかなということがあって、これはその先ほど出てきたメラノックスのスイッチを使っている効果という部分に、なるのということを考えております。まあ、ロストバケットについても並列度を上げてもあまり変わらないという結果にはなっています。はい。これがまあベーシックなネットワークの計測の結果と。はい。でもう一つ、ネットワークと、ストレージをやっているので、まあ、ストレージの IOPS の計測を行っております。でこちらについてはツールが FIO を使って、まあ、8キロのサイズで、まあ、100並列ですね、 1回あたり100並列100ジョブを流しているという結果になります。でこれを1台から16台の VM で実行すると。で並列度を上げて実行する。でまあ、でこの計測に関しては4台の物理ホストを使っています。で4台の物理ホストの中で、各物理ホスト内に1台2台4台と上げて、1台から16台までの計測を行ったということになっております。でこの結果がこちらということで、まずはバンド帯域ですね、帯域の方なんですけども、8キロでやった結果、こちらも並列度を上げるとトータルのパフォーマンスは上がるということが見えていまして、帯域で500メガバイトですね、パーセックの性能が出るという形ですね。はい。でちょっと 16VM で下がってくるところはおそらくなんですけども、そのサーバー側の負荷によってその処理が追いつかなくなったことによる性能の劣化があると思われます。はい。でこの状態でこの時の IOPS の計測の結果なんですけれども、これも同じような結果が出ますが、まあ、VM の並列を上げるとトータルが上がっていって、最大で66,900なんで、まあ、7万弱ぐらいの IOPS が出るという形になっています。でアベレージでもですね、 8K で 16VM まで上げたところでも、まあ、3000IOPS から2000IOPS ぐらいの、まあ、性能が出ますので、まあ、それなりの用途には使えるのかなというところがここまでの計測の結果になります。ただ、40ギガのネットワークをわざわざ持ってきてこれでやってみて、こんだけの結果、まあ、それなりに使えるかもっていう感じですけども、ちょっと まだちょっとこれでは足りないよねというところがありますので、これに対してどういうふうな対策をしていくのかというのがこれからの、内容になります。で一つは先ほどもちょっと出てきましたけども、VXLAN オフロードと、 VXLAN で行われる処理を NIC 側にオフロードする処理と、あとは DPDK というネットワークの処理を CPU 側で行うというソリューションがありますので、これを使った検証と。でこれがネットワーク側で、 CEF の IO のパフォーマンスを上げるためということで、 CEF の RDMA というソリューションを検証していますという内容になっています。でまずは VXLAN オフロードです。VXLAN の性能データの前に、まず VXLAN オフロードっていうのは何ぞやというところからちょっとご説明していきたいんですが、まず一般的な理解っていうところで、今回ハイパーコンバージドのシステムで、ネットワークのところは OVS を使っています。でオーバーレイを組んでいるんですが、基本的にこの OVS が VXLAN をしゃべるのは CPU 処理になります。
まあ、ソフトウェアで実装されているので、まあ、サーバー側の CPU 処理で、OVS が VXLAN のプロトコルを作ってパケットの処理が行われているというようなものになっていきます。なのでこの図で言うと、まあ、主にピンクのところが、まあ、VXLAN のオーバーレイを貼るところで、まあ、ここで CPU の処理が、まあ、パケットごとでこう負荷がかかっていくというところになります。で、まあ、よりパフォーマンスを上げていくために、まあ、この VXLAN の処理っていうのを、まあ、NIC側にオフロードしようっていう、まあ、簡単に言うと、こういうようなことを、メラノックスの NIC の方で実装しています。で、一般的な NIC、 この VXLAN オフロードのエンジンを積んでいない NIC ですと、VXLAN のパケットサイズ分が増えてしまうので、まあ、従来行っていた、まあ、チェックサムだったり TSO のオフロードっていうのが、まあ、NIC 側で対応できない。そのため、まあ、そのオフロード処理っていうのも CPU 側、ソフトウェア側でやらなければいけないというところで、先ほど性能データにあったような、まあ、VM を増やしても40ギガのインターフェーススループットがあるにもかかわらず10ギガぐらいで頭打ちになってしまうというような結果になってしまいます。で、少しまあディープダイブして、仕組みになってくるんですけども、まあ、オフロードは何をやってるかというところで、まずまあの OVS が作っているその VXLAN のパケットになるんですが、まあ、VM で仮想マシン側で作っているまあインナーパケットといわれる部分と、そしてまあ OVS で作られるアウターパケットというところでまあ構成されています。で、従来の NIC ではできなくなってしまうという理由なんですが、まあ、このアウターパケット分、まあ、Linux の その OVS 環境ですと、まあ、約50バイト分がこの VXLAN のアウターパケットで構成されるんですが、まあ、この増えた分のパケットのせいでハードウェアがパケットを読み取れないというところで、まあ、そこがソフトウェア処理になってしまいます。で、 VXLAN のオフロードエンジンは、まあ、ここの部分を解釈することができるようになっていて、まあ、チェックサムのオフロード、まあ、TSO オフロード、 RSS オフロードというところを対応することで CPU の負荷を下げてパフォーマンスを上げるというような仕組みになっております。はい、で、ここでまあハードウェアのちょっとご紹介になってしまうんですが、まあ、今回使用しているのはメラノックスの ConnectX3 Pro というものになってきます。で、今回の環境では40ギガの NIC カードを使用しているんですが、まあ、10ギガのカードでもこの VXLAN のオフロードエンジン対応しているものがありまして、まあ、国内外問わずかなり採用が広がっているものになってきます。で、先ほどの紹介で3つ VXLAN オフロードと DPDK、 それから RDMA という3つのテクノロジーがあるんですが、まあ、全てこの ConnectX3 Pro の NIC のチップの方でオフロードエンジンを積んでいるような形になっています。一応対応プラットフォームも Linux 以外でも VMware だったり Windows だったりだと基本的に全てのプラットフォームで使える、メラノックス自身がそのオープンハードウェアというふうなコンセプトでいるんですけども、まあハードウェアやソフトウェアに依存せず、そのハードウェア柔軟なそのハードウェアのチップになっています。はい、で、まあ、ちょっと説明をして結果ですね、 VXLAN をオフロードした、ネットワークの計測の結果がこちらになります。で、左側が VXLAN オフロードをした場合、右側が VXLAN ロードをしていない場合、まあ、つまりさっき先ほどちょっとお見せした、ノーマルの環境での、TCP の帯域の性能の計測の結果ですということで、こちらを見ると、8対8の時が一番出ますね。8台対8台で VXLAN オフロードしたもののネットワークの計測の結果がトータルで 30Gbps 出たという結果になりまして、これぐらい使っていれば 40Gbps 使った甲斐があるのかなということが見て取れるかと思います。で、16対16になった時ちょっと下がってくるのは、またこれもそのサーバー側の CPU の処理ですね、仮想化された VM 側の処理のところで食ってしまってっていうことになっていると思われますということで、この辺 その16対16で下がってくる部分っていうのはサーバーのスペックを単純に上げれば解消してくるという部分なので、VM がそれだけ上げられる環境になればもっとそのスケールしていくということに、40ギガマックスまではいかないとは思いますけども、ニアリーなところまで出るということになってくるとは思います。それでも、アベレージの、
帯域に関しては、まあ、少しずつ下がっていくということで、まあ、8対8の時で1台あたり4ギガぐらいの帯域が出るという感じですね、いう結果になっております。はい、でちょっといろいろあるので次に DPDK の説明に入らせていただきたいと思います。で、まあ、ちょっと先ほどのまでの結果を見て VXLAN オフロードした場合でも 1VM で、まあ、出ても14ギガという帯域だったんですけども、ここから先40ギガ使って1台で40ギガ出ないのは何でだろうっていう話が、まあ、あるかと思います。というところで、ネットワークのボトルネックはこういうものだということがあって、それを解消するためのソリューションが DPDK なんですが、まあ、基本的に Linux のカーネルがネットワークのパケット処理をするときに、ある程度のコストがかかっているということがありますと。で、DPDK というのは、まあ、この部分のカーネルの行っている処理をバイパスして、ネットワークデバイスに直接 DPDK が、アクセスすることができるようにして、ネットワークの性能を上げるというソリューションです。まあ、ちょっと簡単に言うと、細かく言うともっといろいろあるんですけれども、まあ、簡単的に言うとこのようなソリューションになっていると。はい、で、まあ、実際に DPDK 使うときにどうするかというと、じゃあそのネットワークの処理の部分をに対して物理的なコアをいくつ割り当てるのかみたいな設定をして使っていくものになります。で、この図で言うと右側の2つがデータプレイに CPU を割り当てているところということで、DPDK の処理としては、ネットワークの性能が CPU の処理が追いつかなくなったら、この割り当て部分を増やせばネットワーク側の処理がもっと上げられるということで、容易にスケールするネットワークが、提供できるというソリューションになっています。はい、でということで DPDK を使った検証をした結果というのをここでご紹介したかったんですけれども、ちょっとですね、ここ今日までに間に合わなかったために、まだ続くので来月検証することになっています。でこの結果についてはまた別途どこかでですねご紹介させていただくということになるかと思います。はい、で続いて、CEFの RDMA についてです。続いて、まあ、CEFで RDMA が使えるというところがあるんですが、はい、で CEFの RDMA の前にですね、RDMA の説明を、少しかじっていきたいと思います。で RDMA というのは、まあ、リモート DMA ということで、サーバー内で使われているその DMA というのを、まあ、ネットワーク越しリモートに、行うことができる機能になってきます。スパコンとかのクラスターネットワークだと比較的こう一般的に使われているテクノロジーになっています。でよくゼロコピーテクノロジーとかっていうふうに言われるんですが、先ほどの DPDK の図と少し似たような感じになってしまうんですが、実際の中身っていうのはちょっと違った形になってきます。で左側の図が一般的なその IO のプロセスになっていきます。アプリケーション側からリードとかライトが走るときに、ソケット API 経由でカーネルにデータが行って最終的にニックに出ていくんですが、基本的にはバッファーコピーをされていって、各ソケットレイヤー TCP レイヤーからネットワークデバイスまでそのバッファーコピーメモリーコピーを設けながらニックをドライバーを叩いてデータ転送がされる形になっていきます。で RDMA というのはここのカーネルで行われている処理バッファーコピーっていうのを全て省いてしまいましょうというのが、簡単に言うと一言で言うとそういう動きになっていて、でただですねアプリケーション側でその RDMA のスタックを叩く API っていうのがサポートされていないと、使うことができません。あとプラスその NIC 側で RDMA のエンジンを積んでいることですね。でこれが、ハードウェアとドライバーの方でサポートされて、なおかつそのアプリケーション側、今回だと CEFになるんですけども、CEF側でこの RDMA バーブスに対応することで、オーバーヘッドが非常に小さくて、非常に少ないレイテンシーでそのストレージアクセスができるというようなサーバー側の仕組みを取り入れることができます。で今回ですね RDMA を使った一番大きな理由というのが、今回そのハイパーコンバージドインフラストラクチャーで、PCI の SSD を使っています。
まあ、40ギガのネットワークを使うということで、まあ、オーバーレイのネットワークの性能、それからセフの性能っていうのを求めていく上で、まあ、SSD を一つ採用しているんですが、上側の図で出ているのが、まあ、ネットワークのプロトコルと、それから SSD ハードドライブの、まあ、レイテンシーオーバーヘッドを、数値化しているデータになってきています。でディスクハードディスクのものだと、まあ、時期で IO を読み取るので、まあ、ミリセックオーダーのオーバーヘッドになってきます。でそうするとまあ、ネットワーク側のレイテンシーというのは非常に小さいので、まあ、ほぼほぼそのネットワークボトルネックになるということはないと思っています。でただですね SSD になってくると、まあ、桁が2つぐらいこう変わってくる性能になってきていて、で円グラフの左側がまあ、ファイバーチャネルのストレージクラスターで、データを出してみましたという一つの例になってくるんですが、まあ、1IO に関して SSD のリードのオーバーヘッドが約半分、それからファイバーチャネルのプロトコル部分のオーバーヘッドが、まあ、半分近く占めているという形で、まあ、SSD 早いのに、結局半分近くがネットワークのオーバーヘッドでかかっているというところになってきます。でよりまあ SSD、そのフラッシュストレージの性能を求めていくという部分で、まあ、RDMA を使っていくんですが、この RDMA を採用すると、まあ、右の円グラフのあるように、まあ、ほぼほぼそのネットワークでかかるそのオーバーヘッドの割合というのは、まあ、ほぼゼロに近い値になってきます。まあ、要するに SSD の性能を最大限生かしている、構成になってくるというところになります。じゃあではなぜまあ CEF のクラスターで RDMA が有効になってくるかっていう部分で、まあいわゆるその CEF っていうのはソフトウェアディファインドストレージで、スケールアップというよりは、まあスケールアウトでどんどん横に広げていくっていうのがコンセプトになってくるので、まあ、非常に、まあイーストウエスト横のトラフィックが多く発生するっていうのが一つ特徴にあると思います。なので、まあ、ここのオーバーヘッドを極力少なくして高帯域で速いそのストレージネットワークを組むというところで RDMA を使っています。でさらにはまあ、今回そのコンピュートとストレージが腹持ちになっているので、まあ、サーバーの負荷はそれなりに高くなっていきます。なのでここのストレージの CPU のリソース部分というのを、まあ、しっかりニック側にオフロードするというところで RDMA を取り入れました。でこうすることで、まあ、スループットと IOPS を RDMA を使わないものに比べて、まあ、さらに何倍にもこう上げていくというようなことが期待できるというところになってきます。ただになるんですけど、まあ、次のスライドですね。あ、まだですね。で一応ですね CEF の RDMA ということでハンマーのバージョンからサポートされています。サポートというか、まあ、機能的に組み込まれています。 XIO メッセンジャーという機能になってくるんですけども、まあ、これを組み込むことで、先ほどのRDMA バーブスっていう API 経由で、NIC のドライバーを叩くことができるというようなものになってきます。でただですね一つまあ注意がありまして、今現状ちょっと下の赤枠の一文になってくるんですけども、エクスペリメンタルサポートということでまだ限定的な機能ですよっていうふうに歌っています。まだ GA リリースではないので、まあ、もし触っていただけると分かるんですけど、まあ、CEFのコマンドを打つとまだその危険ですよみたいなこうメッセージが出てくるんですが、一応機能的にはサポートされているので、まあ、これで性能を測ったりだとかそういうところはできるようなものになってきています。はい、で、性能を計測した結果がこちらになりますと。でちょっと青枠で囲った部分ですね、ちょっと数字小さくて見づらいんですけども、まあ、リードで700MB、ライトで200から300ですね。で IOPS でいうと、リードで9万3000の10万弱ぐらいで、ライトで2万5000から3万ぐらいということで計測した結果がこれなんですけども、目標とするのは PCI-SD とニアリーイコールな性能なわけで、これでは全く足りないという状況に今なっていて、ちょっとトラブルシューティングとしつつですね、性能を追っかけているところとなっております。はい、
ということで、今回の検証の結果というのは今ここまでになります。でちょっと物足りない部分たくさん残ってしまったということでなんですけど、まあ、一応サマリーすると、 VX1 オフロードに関しては、まあ、効果見込めるということで、これを使うことでただその40ギガのネットワークを持ってきて使うよりもかなり効率的な、ネットワークの利用ができるようになるということは分かりました。で、その他の、まあ、RDMA と、DPDK に関しては、まあ、継続して検証していく中で、まあ、性能をより引き出すという方向で、やっていこうと考えております。で、まあ、この結果についてはまたどこかのところで発表させていただくということになると思います。はい、ではい、でまあそれでまだ途中っていうところはあるんですけども、まあ、ハイパーコンバージド的なインフラということで、やれることっていうのはまだたくさんありますねと。で最近いろいろな、ネットワークだったりとか、まあ、ストレージのデバイスっていうのが出てきてますので、まあ、我々としてはこれをどんどん試し検証していってハイパーコンバージドインフラと呼べるオープンソースでそういった呼べるものを構成するという取り組みを続けていこうと思っています。で具体的にはまあネットワークのオフロード、今回 VXLAN オフロードを使ったわけなんですけれども、もっと他のネットワーク機能をオフロードするというようなデバイスもありますので、そちらを使った検証ですとか、まあメモリーをですね何度のフラッシュでやるようなソリューションだとか、まあメモリースロットに挿した何度のフラッシュでディスクを、まあ、ディスクのストレージを使うようなソリューションだとかというのがありますので、まあ、そういったものを使った検証などを考えておりますと。あとまあスケーラビリティに関しては今回ネットワークノードのところは、まあ、オープンスタックのオープン V スイッチのネットワークを使ったわけなんですけれども、本来そこのスケーラビリティとハイパーコンバージドというものを考えた上では分散ルーターですね、 DVR 的なものを使うというのが必須かと思いますので、まあ、そちらの方 DVR の検証をするのか、まあ他の SDN のソリューションを検討するのかというのがあるんですが、まあ、その方向に向かっていこうということを考えていますと。はい、以上で我々の発表終わりとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。